ナイスボール。これじゃダメ。おはようございます。今日も全力で楽しい一日します。うっす。いやー今日は雪が降ってます。はい、では仕事の方に行ってきます。今日も子供たちをハッピーにしていきます。今日は先輩の結婚式ですね。はい、では帰ってきました。まあ今日はねパイセンの結婚式の予定だったんですけど、まあさすがにね延期になったみたいで自宅に戻ってきましたっていう感じですね。新しく届いたウェアです。ポリエステル 100% なんですよね。すごい良くないですか。はい、シャー復活です。濡れただけで痛いな、いやでも一旦休憩です。現状ですね、ご指摘されている通り、ハリテスがどうかというと伸びたら人へっていうことだけじゃなくて人から人へなんですね。はい、では続きの方やっていきます。では今日も一日ありがとうございました。でははい、ちょっとクオリティを上げてみました。パッとシャワーだけ浴びて寝ます。はい、おはようございます。今日も全力で楽しい一日します。はい、では利用者の少ない時間帯に筋トレの方行きたいんで、ちょっと体きついですけど、パッと筋トレの方に行ってきます。はい、では帰ってきました。コロナの影響で、まあ、最低限のとこね、もうかなり気をつけながらトレーニングしていきたいと思っております。はい、はい、では準備ができたので、仕事の方に行ってきます。はい、今日も子供たちをハッピーにしていきます。帰ってきました。コロナウイルスでね、志村けんさんが死去とのことで、まあ、なおさらねコロナ対策とかそこら辺をねしっかりやっていきたいと思っております。あとちょっと、
はい。そうですね。寝ます。おはようございます。今日も全力で楽しい一日にします。はい、では筋トレの方に行ってきます。はい、では帰ってきました。神々ですけど、はい、いやいいっすね。知り合いのスポーツブランドの先輩とお邪魔してきましたけど、でまあ自分の商品も作るって形で、今いろいろと動いておりまして、はい、まあその打ち合わせで行ってきました。はい。はい、ではフットサルの方に行ってきます。ナイスボール。マーツナイスボール。試合だね。おお、かっこいい。お、マーツが行った。入るね、ボード。止まる。うわぁ戦争できるんだよ。おぉいったおぉおぉえぇっそはい、帰ってきました。こういう世の中なんでね、もうコサルが終わったらぐだることもせず、もうパッと帰るって形でね、そんな感じでやっていきたいと思っております。おはようございます。今日も全力で楽しい一日します。うまい。はい、では筋トレの方に行ってきます。仕事とトレーニングと食べる以外は外出しないって形だったんですけど、もうとにかくね、落ち着くまではもうエニタイムにも行かないし、でもうとにかく今自分ができることを全力でやるって形で、室内でトレーニング自炊って形でやっていきたいと思います。まあこれをきっかけにね、自宅でもこういうトレーニングができますとか、パワーアップできますとか、そこら辺をね発信できればいいかなと思っております。まあ4月1日なんで若干対応が遅いような気もするんですけど、まあやっぱモヤモヤしたままトレーニングしたりとかそうやっても意味ないんでね、まあ一人一人がねしっかり行動して感染拡大を防ぐっていうのをやってほしいので、まあ僕自身がまず行動してやっていきたいと思います。はい、では今更ですが確定申告の方やっていきたいと思います。はい、多分
終わったので動画編集の方続けていきたいと思います。バブ、ホホバオイル。おはようございます。今日も全力で楽しい一日します。予定してた時間になったので一旦終わりです。まあ30分ぐらいやってね、これぐらい仕上がるんだったらいい感じですよね。はい、はい、では仕事の方に行ってきます。今日も子供たちをハッピーにしていきます。では、よっしゃ、はい、では帰ってきました。最近動画編集の方もね、評価が高くて、はい、直接そういうなんか上手くなりましたねっていう声をかけていただいてありがとうございます。はい、まあこんな感じですか。まあコツコツ続けてね、まあ、視聴者が飽きないようなとか楽しめるようなそんな YouTube にしていきたいので、どんどんクオリティ上げていきます。ホイプロテイン、チョコ味がおすすめです。はい、帰ってきました。電話かけてきてるんですよ。はい、ではほぼ完成しました。あとはハイライトとオープニングシーンを作ったんで、それを入れたら書き出しです。はい、とりあえず風呂を溜めてる間にパッと作りたいと思います。はい、はい、ではもう2時半ぐらいになっちゃったんで寝ます。明日もパッと早起きしていろいろ作業進めていきます。はい、おはようございます。今日も全力で楽しい一日します。若干パンプアップしてるな感じですかね。結構これいいっすね。いい感じです。ぜひ皆さんも真似してみてください。ダンベルがあるのでもうちょいやります。はい、では書き出し中です。はい、こんな感じです。はい、国順はい、では準備ができたので仕事の方に行ってきます。今日も子供たちをハッピーにしていきます。はい、帰ってきました。いやね、あ、そうだ、近くのね、スーパー行ったらね、めちゃめちゃ半額とかね、いろいろやってるんで、すごいありがたいですね。いろんなことに感謝しながら生きております。はい、では
連日睡眠不足のため寝ます。明日も全力で楽しい一日にします。はい、おはようございます。今日も全力で楽しい一日にします。はい、では準備ができているので仕事の方に行ってきます。今日も子供たちをハッピーにしていきます。はい、では帰ってきました。はい、で町支部の方はもう完全にねコロナが落ち着くまではエニタイムの方は自粛って形でやっていきたいと思ってます。でもう仕事とね食べるとかもう本当必要最低限のこと以外は基本外出はしないって形でやっていきたいと思います。で髪切るとか知り合いのお店とかそこら辺に関してはどうにかお金を落としたいので、まあ Uber Eats で頼んだりとか、まあ出前でできるところで頼んだりとか、そっちの方までまあマスクつけてチャリで行ったりとか、僕が気に入ってるお店とか、もう本当に信用してる本当に大事にしたい人たちにお金をしっかり落とすっていうのをコロナが落ち着くまでは基本外出はもう自粛って形でやっていきたいと思います。まあ本当ねもう自分のやりたいこととか もちろんベンチプレス100キロ上げるっていうのが今年目標なので、まあ、もしかしたらね遠回りになるかもしれないですけど、まあもう何よりも、人の命の方が大事なので、今ねホテルが安くなってたりとか外出先が安くなってたりとか遊びに行くところが安くなってたりとかするかもしれないですけど、もう人の命の方が大事なので、まあ、Twitter とか、まあ、SNS 上とか本当かどうかわからない情報が結構拡散されたりとかされてますけど、もう自分からね情報を取りに行って、でそれが合ってるのかどうかもしっかり自分で調べて、それを踏まえてね正しい情報とかを発信していきましょう。はい、せっかくいい機会なんでね自宅でできるトレーニングとか、あと子供に向けてとか大人に向けてもやっていきたいと思っております。まあねまあみんなが下向きがちな感じですけど、まあそういう時でもね前を向いてね、前を向いてというか、その時にも自分ができることって必ずあるので、例えば外に出ないとか、お友達の知り合いのところにお金を落とすとか、先にお金を落とすとか、そういうのもできたりすると思うので、まあ本当自分にできることを精一杯やるって形でマッチチームの方は、まあもしかしたらねつまんなくなるかもしれないですけど仕事行ってきます帰ってきましたみたいなコンテンツになるかもしれないですけど、とにかく継続って形でね情報の方をどんどん発信して、でまあゆくゆくはね落ち着くとは思うんで、ヒマラヤ山脈を目指す形の Vlog を、毎週毎週撮り続けて、毎日毎日撮り続けていきたいと思います。僕からのお願いで、まあモチベーションをガンガン保っていきたいんで、まあ高評価ボタンとかチャンネル登録とかしてもらうと、松永の動画のクオリティとモチベーションがズバッと上がります。ですので、まあこれを見た方は、まあ、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、っていう感じですね。でもうチャレンジって楽しいな、チャレンジって、まあ、失敗しても面白いなとか、そういうねコンテンツにやっていきたいんで、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、では、もうこれから風呂にパッと入って寝たいと思います。では、来週も全力で楽しい1週間にしましょう。では